こんにちは。この間殻むいたミスジハコガメが完全に出てきたんで、まあ、とりあえず2匹、あと残りの卵は室温で管理してるんで、もうちょっと先になりそうですね。これは先にちょっと高めの温度で孵化させた2匹です。元気でしょ、元気いっぱい、かわいいでしょ。これで、こっちがミスジハコガメで、こっちはね、ユカタンハコガメの子供です。これはもう生まれてどんぐらい経つんだろう、1ヶ月経つのかな。でもこっちはちょっと引きを持ってるな。先にちょっとミスジハコガメ見てみましょうか。じっくり見てください。これまだちょっと生まれたてて、あんまり色はいまいちですけどね。影になってるな、あんた。どっちが先に、こっちが先に出てきた個体ですね。でも若干こっちの明るい色になってますね。こっちの後に生まれてきたやつです。この今真ん中に映ってるの。ミスジハコガメのベビーは可愛いんですよ、顔が。ちょっと、あんまり生まれたてで刺激与えちゃうとまずいんですけど、ちょっと見てみます。これちょっと、ちょっとすいません、申し訳ないです。失礼します。すいません、すいませんね、あんまりやんないんで。裏側ほら、こんな感じ。まあちょっとシワ、真ん中はちょっと折りたたまって入ってるんでしょうね。ちょっと真ん中はちょっとシワっぽくなってて、顔が、ちょっと顔出してください、お願いしますよ。ちょっとダメそうだな、顔出してくんねえな、ビビっちゃってる。ちょっと可愛いでしょ、これ。可愛くねえか、あんまり。できた、できた。すみません、ありがとうございます。ご協力。もっと暴れてください。こんな感じですね、腕とか。ちっちゃい手。やばい、これ落としちゃうとまずいんですよ、これ。こんな感じです。ボケてる、ボケてる、ボケてる。ちゃんと打ってない。尻尾とかも綺麗に伸びてんな。今回のことも綺麗だな、これ。これはいいっすよ、これ。もう一つの方どうだ。これこっちまだ見てないですよね、あんまり。こっちのがちょっと強い赤ですね。まああんま変わんないか。まだ生まれたてだからちょっと暗い色してんのかな。これ真ん中がよく臭く吸収するところなんですね。もう大丈夫だな、これ。いいっすね、ミスジハコガメ。やっぱしこっちユカタン、もうこれは生まれてずいぶん経ってるんで、大丈夫っすね。すいません、ちょっと、こっちの方が奥かな。失礼します。白っぽいよ。今食べてる餌がガマルスと、あとは、鳥のレバー、あとはレプトミン、バナナ、そのぐらい与えてますね、今。あと他のものは与えてないです。これね、真ん中はなんかシワになっちゃってるんですかしね。だんだん溶けてくると思うんだけど。非常に美しいですね、ユカタンハコガメ。これがもう大人になると全然違う色なんですよね。今こんな色、大人の動画はあっちで出してるんで、それを見ていただければいいかなと思いますけど、こんな感じです。こっちも行きましょうか。すみません、失礼します。手がかわいい。これも同じもの食べてますね。レバー、ガマルス、レプトミン、バナナと。
まだミスジハコガメの方は餌与えてません。まだあげても食べないと思うんで、もうしばらく食べないですね。生まれてきたばかりの子供って元気に動いてるんですけどね。もうすごい、まあ、ちょっと卵の形ですね。こっちは甲羅が もっと広がってくるんですよね。もうちょっと例えば、ほら3本のほら3本のストライプもまだ出てないでしょ。これ大人になると背中にこう1、2、3って出てくるのに、いいっすね。小雨は毎年これが楽しみなんですよ。まあ、ここ2年ばかりはちゃんと生まれてきてるけど、その前はちょっと失敗続きでね。しばらく引っ越してから、まあ、よかったらちゃんと生まれてくるようになって、浴衣も綺麗でしょ。これすいません、薄いなんかグリーンの色で、このまま大人になっても綺麗だと思うんだけどな。色変わっちゃうんだよな、これ。いいよね、この薄いグリーンの色って。すいませんでした。最後にもう一回、ミスジハコガメの方を映して、この辺でちょっと終わりにしておきたいと思います。では、ご視聴していただき、ご視聴していただきどうもありがとうございました。本当に感謝してます。失礼します。